義援らの長安急襲と時を同じくして諸葛亮は軍を率い南進。南中の地で呂宿率いる呉の遠征軍と合流した。義への陽動を兼ねた南中の平定が目的である。南中は異民族が住む異教の地。そこには帝や国などはなく、各部族の王が連合して治めていた。体制としては未熟だが、それゆえに人々は自立する強さを宿す。中でも大王孟獲は気骨の男として小王をまとめていた。その大王を従えることができれば、南中の平定はなったも同然。灼熱の太陽が照らす中、諸葛亮は大王攻略の道を模索する。一方、韓平、韓策、方三条、韓銀平は初めての異教に心を躍る。若者たちの奮戦は熱き南中の地に勝利をつかめるか。なんだかとても暑いな。拙者たちのこの格好では少し辛いかも。私は平気。それに強い日差しは服で防いだ方がいい。なるほど、そうだな。南中は実に暑いところだな。気のせいか、だんだん頭がぼんやりと。この先予想もつかない罠がありそう。気を抜いてはいられない。諸君は我ら孫悟の同盟国、この戦俺も手伝うぞ。期待していろ。楽しそう。あったかいからかしら。長安に向かってる兄上も元気だといいな。きっといつも通り心配ないと思うけど。すっごい、見たことない木や花ばっか。ねえ関作、超すごくない？聞いたこともない獣の声がする。これが南中か。観測どうしたの？もしかして怖い？いや、私には君がいるからね。観測、それって私のこと？私にとって君の方が未知の動物だよ。さてどうする、諸葛亮殿。この南西、長安の目くらましだけではあるまい。ええ、もちろん。今回の目的は侵攻ではなく説得です。ここ南中には諸勢力を束ねる大王がいます。その者と盟を結び、諸の力としたいのです。呂宿殿にも前線に出ていただきます。臨機応変な指示をお願いいたしますよ。ああ、無論だ。呉の軍師として無様な姿は見せられんよ。しかし諸葛亮殿、何やらせえてないか。もしやお前に残された時間は？いえ、別に。さあ早く終わらせましょう。このような暑い地に長居は無用です。ハハハ、それが本音か。希代の軍師殿も暑さには勝てぬとは。
よし、では始めるとしよう。赤壁以来の共同戦線だ。猛角はいずこかに潜伏しているようだ。探し出し、命を結ぶよう説得せねば。まずは西の砦を目指す。敵の準備を手伝うとしよう。わしらの庭を荒らそうだ。いい度胸だ。この大王猛角様が踏み潰してやる。中央猛角か。構えるな。まずは俺の話だ。大軍で押し寄せておいて何が話だ。無難させようかってお前か。そうなるのが普通だ。やむを得ん。ここはやはり腕つくとなるか。舐めてかかりすぎたか。今のはなしだ。待ってやがれ。さすがにすぐには負けを認めんか。夏の心を制するまで戦うほかはない。とにかく先へ進み猛角を探すとしよう。そのためには兵器の準備を急がねば。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。中央砦の前には虎が放たれています。虎には虎を。我が虎戦車で追い払いましょう。だが少し距離があるな。死体拠点を確保し、そこから虎戦車を出す。
くやってくれた。これで本陣への投石はやもう。集中しないと。さあ、私たちも奮戦しよう。ここは引いてやる。この先は進めねえぜ。今のやつはどういう意味だ。さあ、このまま敵本陣を目指す。毒を含んでいるようだ。東から回り込んで本陣を目指すとしよう。その感じ忘れない。見て見て、その首もらい受ける。いざ。なんという武勇。沈むなよ。ここは通されている。これが私に言う。この巨岩、力ではどうにもならぬ。何か壊す方法を探されば。これが私に言う。でも、もしかしたら。銀兵、どうした。何か気になることでもあるのか。なんでもないよ。東の道を何とかせねば味方が進める。反対側から岩を目指すとしよう。敵将が乗っていた動物は象と言ったか。あれを使えば巨岩も壊せるかもしれんな。ダイロには敵の罠がつくのだ。決にいらずんで、とも言うし。おーや、随分と軟弱そうな奴らだ。こんなとこで遊んでないで、さっさと帰りな。見て見て、眼中央部に宿井部、威勢がいいな。火の神の末裔などと言われるのも名付ける。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。
の下に象に乗った将がいるはずだ。奇襲を仕掛け象を奪うぞ。これが私流。この俺が相手先へ進むとし。さあ、俺としたことがまんまとはめられたか。人はまた厄介だ。指揮する者を叩いて止めねばならんな。なんだ、俺の石をすり抜けてきたってのか。よし、天石を指揮する将を見つけたが、そいつを撃ち石を止めるのだ。こんなところまで来たってのかい。今度は火傷じゃ済まないよ。
んという武勇。だよ。よし、剣石は止まったか。これで味方の進軍も早まるか。侵略しに来たわけじゃない。ただお前たちと盟を結びたいのだ。なんで？なら花からそう言ってんだ。いいぜ、盟でも何でも結んでやる。あんたらの熱い戦いっぷり気に入ったよ。いざって時はいつでも呼んどくれ。